こんにちは、教育担当の福田です。どうぞよろしくお願いします。まず本学科の、特徴になりますが、まず森林、そして農村、都市などの空間や関係性を一つの連続性として捉えまして、地域として捉えております。でその地域に広がる生態系、そして農業ですとか林業、あと人々や社会が教育そして研究の対象となっています。その中でこの生態系と資源の保全、管理、活用などさまざまな問題を解決する社会の在り方を考え、野生動物や自然植生、森林、緑地、農地といった場ですとか、農林業に関する産業、そして農産村文化などの新しい役割、そして人間と自然の調和を地域から地球的スケールで考えるということが大きな目的となっています。でこのように幅広い分野をまたがっているんですけれども、実際にこの幅広い視野で実際のフィールドに立って問題を研究するというところ、そしてボトムアップ型の思考でその解決を図ろうとすること、そういう人材育成というものが大きな特徴となっています。で具体的には、人と自然が共生し持続可能な資源管理を行うための調査や分析、計画、設計、管理手法に関する教育、そして人々が快適に暮らし、持続可能な新しい産業を生み出すためのシステムを発展させるような教育というところが大きな対象となっております。で実際に皆さんに入学していただいた後にどのような年度進行になるのかというものをこのスライドで説明いたします。まずこの赤枠で示しているところが、学部全体で共通している科目になります。そして青枠でくくっているところというのが、各専門の学科で提供している専門の科目となっています。で最初1年生の時というのはやはり教養系の共通の科目というものが非常に多いんですけれども、その中でも本学科ではこの実習というものを実施しており、これによってその研究または勉強に関する知識というもの、そのモチベーションというものを上げてもらいたいというふうに考えています。でその後1年半、あと2年生、3年生の前期、大体半期ぐらいをかけて、どの指導教員をどういうふうに選ぶのかというのについてじっくり考えていただき、その指導教員が決まった後に研究に関する内容というものが、1年半かけて研究に携わっていただくということになります。でその中で先ほどもお話ししましたけれども、このフィールドの実習系が多いですし、その現場に出るということも多いので、このフィールド安全管理学というもので、その安全に向けた取り組みというのもきちんと教育しているところであります。で、この本学科におきましては、まず先ほどお話ししましたけど、まず共通の科目というものがありまして、その中で例えば言語の科目ですとか、文化的な、歴史とか倫理に関するのところも含めてこのような提供科があります。で特に、この例えばこの農学基礎ゼミというところですと、他の学科の教員の講義を受けることもできるので、これもまた視野を広げる一つの大きな科目なのかなというふうに考えております。でその他もちろん専門の科目というものがたくさんありますが、こちらは割愛します。でその中でどのようなところに特徴があるかといいますと、まずはじめにやはり実習というところがあります。でそして先ほどからお説明がありますこのパッケージプログラム制というものが大きな特徴ですので、こちらについて中心的に説明したいと思います。まずこの実習なんですけれども、まず一つはこの前期の実習というもので、学科が提供しているものと学部で共通しているものがあります。でこの農場の実習というものは必修になっており、学科で提供しているものに関しましては後ほど説明するし、プログラムごとに提供されていますので、これらの中から選択していただくことになります。でさらに後期にも同じように同様の実習が組まれておりまして、でここでは実習1で選択したものと違う科目、分野の実習を受けることによって視野を広げてもらうというような内容になっています。で具体的にいきますと、これは農場実習の写真なんですけれども、実際大学の中にある圃場で田植えの実習ですとか、あと本当にこの府中キャンパスの隣接しているその圃場でのトウモロコシの栽培、また乳牛等の管理についてもこの辺りで実施できます。また果樹の管理についても本学のその圃場の中でできるというのが一つの大きな強みになります。で続きまして、まずは森林に関連する実習なんですけれども、こちらではこれは実際の森林の現場に
行きまして、その課題ですとか現状や課題について学びます。でさらにその機会ですとか、その実際の作業などを実際に経験することによって、その課題点などにへの関する理解を深めるということをやっています。でその他、例えば農観光の分野ですと、農業環境工学の分野ですと、国の研究機関には大学にはないようなかなり大きな実験設備というものがありますので、そちらを見学したりですとか、最近ですと ICT を使って水管理の自動化をやろうという取り組みがありますので、それの実際の機械を見てみたりとか、あと、こちらは霞ヶ浦での実習の様子なんですけれども、そのプランクトンを取ってみたりとか、で実際そこでフィールドで採取したようなものがどういう生物がいたのかとか、水質がどうだったのかというものをまた教室に戻って、実習するような内容というのも提供しています。でさらに、共生系と言われている分野 その、ルートでは、例えばその住民主体の街づくりに関連して、実際にその現場に行ってその何が課題なのかというのを聞いて、でその中での取り組みというのについても学びますし、さらに別 の、その実習のルートでは、地域の博物館が持っている役割というのは一体何なのかというものを、これもまた現地 の博物館に実際に訪問しまして、でその中でいろいろな議論を進める中で、その理解を深めていくというような取り組みを実施しています。で今実習というのは基本的には現地に行くというものを大切にしているところであります。で先ほどもお話がありました、パッケージとプログラム性に関してここからは説明するんですけれども、これは言ってみればどのような人材を養成したいのかというものを学科からそのメッセージを発信したいというところになります。このパッケージプログラム性なんですけれども、まず先ほどもお話ありましたが、地域支援学科には本当にたくさんの講義があります。でそのまま取ろうとすると何を受けていいのかよくわからないのかなというふうに感じますので、その学問的にその系統的に学ぶためにいくつかの講義科目を実験と実習科目、これを一色に見にまとめたものがパッケージとなります。でこのパッケージをいくつか積み上げていくことによって、さらに学習の理解を深めるということをやっています。でそれをそのためにプログラムというものが構成されてまして、ここのプログラムによって体系的な学習が可能になります。で本学科では4つの主プログラムと3つの副プログラムというものを提供しています。でこれに関しましては、まず2年の後期にこのプログラムの選択というものを実施するんですけれども、これから主プログラムについては1つ選択するんですが、副プログラムについては複数選択することもできます。でその選択したプログラムに従って、その卒業するまでの間単位を科目を履修していくということになります。で、このパッ科目授業科目とパッケージ、そして主プログラム、プログラムの構成についてなんですけど、その関係性というのは授業科目というのは言ってみれば料理に関すれば素材となりまして、でこの素材を使ってある料理が構成されます。でこれが、パッケージに相当します。でこの料理に基づいていろいろな主プログラムというものが構成される、これがフルコースが構成されるんですけども、これが主プログラムに相当します。でその組み合わせ方を少し変えて分野横断型にしたものがこの副プログラムになるということになります。で具体的には主プログラムとしましては、生態系保全、森林科学、農業環境工学、そして共生持続社会という4つの主プログラムがあります。でさらに分野を横断する形で動物と人の共生、地域防災復興、そして地域資源とガバナンスという副プログラムが提供されています。でそれぞれについて詳しくお話しします。まず生態系保全プログラムでは、自然生態系の保全と管理に関わる諸問題の現場解決能力を養うと同時に、自然環境保全、野生生物管理を実践する専門家の養成が目的です。森林科学プログラムでは、森林と森林環境の創造および設計ができる森林、林業の知識と技術を習得し、森林を取り巻く諸問題の現場解決能力を養うと同時に、森林をさまざまな側面から理解できる豊かな人間性と国際感覚を養成することが目的です。で農業環境工学のプログラムでは、都市農村における生産環境、自然環境、生活環境の調和を図る地域環境整備、そして、生産性向上と環境保全を同時に解決する持続的食料生産システム構築を担う農業環境工学の専門家の養成を目的としています。
共生持続社会プログラムでは、地域の社会、経済、文化、歴史に関する人文社会科学的な調査、分析の能力を身につけると同時に、人と自然、人と人との共生についてビジョンを描く豊かな思考力と想像力を養成することを目的としています。それで、分野横断的な副プログラムに関しましては、まず人と動物の共生プログラムに関しましては、人の生活圏から離れたところに生活する野生動物の保護と管理、そして飼育動物などの人との人の生活圏の中にある動物との関係性の再認識等を通じて、動物と人との共生社会の実現を担う人材の育成というものを目的としております。そして地域防災復興プログラムに関しましては、大震災、台風や集中豪雨などによる自然災害に対し脆弱な地域社会において、災害に強く、被災後に社会機能の回復が速やかに進む地域構築のために、自然科学及び社会科学の素養を持ち、専門的知識を横断的に展開できる広い視野と実行力を持つ人材の育成というものを目的にしております。そして地域資源とガバナンスプログラムでは、地域における生態系と社会の持続可能性の維持のためには、さまざまな主体の合意のもとに自然資源管理計画、景観管理、景観計画、土地利用計画、地域振興計画を策定し、さまざまな主体の連携協働によって諸政策を実行する能力が必要となります。そのために地域の持つ歴史的、文化的、生態的特性を認識し、ガバナンスの各過程を主導的に担う人材の育成というものを目指しています。で、実際これらたくさんあるんですけれども、それらがどういうふうに構成されているのか、まあ、この、パッケージプログラム制の中で言いますと、例えばこちらに関しましては、州プログラムに関するコースツリーをお示ししている形になりますが、例えばこちらから色でまとめてますけれども、生態系保全プログラムはこのオレンジ色、で森林科学に関しましてはこの緑色、で農業環境工学に関してはこのちょっと青っぽい色で、共生持続社会プログラムに関しましてはこの茶色っぽい色のでまとめてあります。でこのようにいろいろなパッケージ P というのはパッケージなんですけれども、さまざまなパッケージによってその各種プログラムというものが構成されていて、でこれに従って履修をすれば体系だった学習が可能になるということになります。で、まあ、そうですね。これらで学んでいただいて、で、最終的には各指導教員の下で、研究に取り組んでいただくことになります。で、その後は、まあ、就職する方もいますし、多くの学生は大学院に進学するということになります。で、こちら一つの例としてお示ししますが、まあ、例えば、基本、これは生態系保全プログラムの中ですけれども、いくつかのパッケージがありまして、でそれぞれ複数の科目で構成されていますが、個数というものは、まあ、そういう科目、プログラムとかパッケージによってばらついています。そして、複数年にまたがって、これらの科目を履修していくことになります。で、最終的には、これによって、まあ、まあ、いろいろな資格を取得することもできます。で、これらの資格等の情報につきましては、大学案内のパンフレット等を見ていただければ、詳細が書いてありますので、ご確認ください。で、時間の都合もありますので、他のプログラムについては少し、省かせていただきます。で、この地域生態システム学科で学ぶ、メリットなんですけれども、一番大きいのは分野の広さから来るこの学際性にあると思います。でこの学際性というの意味は、研究が複数の学問分野に関わることでして、特に自然科学、社会科学、人文科学というものが統合することによって、この異種専門分野のこの協力によって各自の専門性を生かしながら協力し、世の中の大きな課題に取り組むというところ、これができるというのが本学科の特徴だと思います。でそれが可能になるような教育システムというものを構成しているというところです。で、その学際性の一つの例について、これは私自身の研究を題材に説明させていただきます。まずこれは流域における水資源管理というものは、水資源管理というのは流域レベルで考える必要があるというものを説明するために使用しているものなんですけれども、陸地に降った雨というものはこの川ですとか水路を通って海にまで流れていきます。でそれに伴って栄養塩や土砂なども同じように流れていきます。でその中でこれら その水循環や物質循環の中で生き物というものはその川ですとか水路というところを使っているというのが実際にあります。でこの水資源に関しましては、時間的にも季節的にも一定一様に分布しているわけではありませんので、人の生活のためにダムですとか堰といったものを使ってこの人為的に管理しています。
ただこれは環境、まあ、生態系には影響が及ぼしますので、それらをきちんとバランスを取るような形で考えていく必要があります。特に近年では2019年に関しましては、その水害の被害額が2兆1800億円というふうになっておりますし、で実際その水域の被害面積というものが8万ヘクタールを超えております。でそのうち5万8000ヘクタール程度が農地が被災したというふうに報告されています。ということは、まあ、この面積はそこまで大きくないように感じるかもしれませんが、農地が被災するということは私たちの食生活、食卓への影響というものが大きいということがあります。ですのでこの治水ですとか、まあ、その農業のための利水も含めて、このようなことを流域レベルで考えるということは非常に重要になってきます。で、まあ、ただ先ほども申しましたが、利水と治水だけを考えるのではなく、その中でいかにこの自然環境と調和をするのか、でその中で人がどのように考え、人と関わりを考慮できるのかということを考えていく必要があります。でこの、例えば治水と環境、利水と環境というものに関しましては、すでにもう法律的にもこれは記述されてまして、例えば1997年の河川法、そして2001年の土地改良法の改正によって、環境を改変する場合には、河川や農地を改変する場合には環境との調和に配慮する必要があるというのが法律的に明文化されています。でさらに2014年には水循環基本法というものが制定されまして、ここでは健全な水循環の維持、もしくは回復に向けた取り組みを流域レベルでやるということがすでに始まっております。でさらにこれは日本政府の成長戦略にものっとっているんですが、2050年にカーボンニュートラルを達成するために、現在緑の食料システム戦略というものが農水省の下で策定されており、これに向けた取り組みというのが徐々に進んでいっているところであります。まあ、このようなことを考えましても、このまあ、まずはそのスケール的にも地域スケールから流域で見るということと、あと複雑な、まあ、多様な分野での共同関係というものが非常に重要になってくるということを説明させていただきました。そして本学科で、勉強していただき研究していただいた後には、まあ、就職というところが、まあ、視野に入ってくるわけですけれども、その中で半分ぐらいは、まあ、大学院に進学しており、まあ、残りは大体就職しております。でこの就職先に関しましては、公務員が比較的多いんですけれども、この公務員の中でも国家公務員、まあ、環境省、国交省、農水省といったような国家公務員と、あとは都道府県庁職員、そして市役所等の職員というものが非常に多くなっています。でその他民間企業に関しましても、様々な業種に就職することができています。でこれらの、内容につきましても学科のパンフレット等にも載っていますので、そちらをご参照いただければと思います。教育院から の情報提供はこれで以上です。でまた必要であれば、こちらの学科のホームページですとか、例えば卒業研究のリストもこちら の QR コードからダウンロードすることができますので、そちらをご確認ください。どうもありがとうございました。